あ、操作説明って書いてるけど、え？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで今回は私の猫耳ヘッドホンがつい最近ね、パキッとポキッと折れてしまった、壊れてしまったということで、今までずっと同じヘッドホンを、まあ、壊れても何回も何回も注文して使っていきよったんやけど、新しくまた別の種類のヘッドホンを買ったということで、軽く紹介していきたいと思います。ってことで今回私が買ったヘッドホン、じゃん、こちら、ソミックっていう会社の G951S のピンクです。まあ色的には、まあ、私がピンクが好きっていうそれだけの理由なんやけどでも可愛いかなと思って、結局、まあ、今回も猫耳ヘッドホンはヘッドホンなんやけど、まあ、今までと違う。でもってこれね、まあ、この裏側とかを見ても、あのこの箱自体に日本語が一切書かれてなくって、で多分中にはちゃんと説明書が入ってると思うけん、そこには日本語があるはず、ということで開封をしていきたいと思います。はい、ってことで、はい、開封しましょう。どっから開封したらいいの？あ、ここか。ちょっと待って、ここやんね。私下手くそすぎてさ、箱ボロボロになったらどうしよう。大丈夫、いける。あ、これちょっと待って、逆、こっちか。出すのはこっち。はい、行きます。じゃんと、お、待って、なんかさ、なんかあの紙が入ってるんだけども、これはちょっと待って、箱置いとくね。なんか3枚紙が入ってるんだけど、あの説明の紙、え、これ説明？あ、操作説明って書いてるけど、え、日本語がついてない、マジか。操作説明は中国語と英語のみだねだね、そういう感じ。はい、ってことで、まああのとりあえずあのAmazonのページ自体にはちゃんと書いてあるから、ちょっと待って、これ取り、まさかのここから取り外す時点でバッキッとか、いや大丈夫、いける。あ、ちょっと待って、はいはい、ん、これはよいしょ。あ、これね、そう、こういう感じなんだけど、あ、色的に私的にはめっちゃ可愛い、え、超可愛いんだけど、あ、上にねちゃんとこのソミックっていう、まあ、会社の名前がついてて、で、これが、あ、待って、あ、そういう感じなんや。あの、これ、このヘッドホンで、ね、猫耳が取り外し可能っていう風に、まあ、書いてあったんだけど、ゴミは下に置いておこう。はい。取り外し可能ってなってたんだけど、この耳、ゴムだ。ゴム製。まずか、そういう感じなんや。あ、ってことは、ゴムやけん、これ、めっちゃ簡単に、簡単にって言いながら、あ、よし、こんな感じ？あ、簡単に取り付けられる。簡単に。はい。まあ、ちっちゃい子とかでもね、簡単に取り付けられます。こんな感じで。え、かわいい。めっちゃかわいい。で、これ、あ、マイクすごいぐにゃぐにゃなるね。どんな方向にでもって感じや。なんかこのマイクも、なんか、集音性が高くって、どの方向からでも、全方向から、この音を集めることができるらしいです。はい、ってことで、ちょっとね、ん？あ、この辺も、この辺ね、これ、わかる？マークついてるのわかるかな？これね、片方にマイクのマークがついて、もう片方にヘッドホンのマークがついてるんやけど、ちょっと見えづらいね。はい、この端子がついてるのと、で、こっちは、ま、手元で操作する。この
のヘッドホンに直接ついとる、この手元で操作するスイッチ、まあ、このスイッチでここにねマイクのマークがついとんやけど、この手元のスイッチで、まあ、マイクのオンオフができると。でこの横に、まあ、ダイヤルがついとって、ここで音量調節、音量のねプラスとマイナスがあるけん、これ手元で調節できるのは結構嬉しいと思う。そういつも結構遠く離れたところで私はその音量の調節をしよったけん、実況しながら手元でゲームの音が絞れたりとか大きくできたりするのはすごい、うん、いいね。よき。はい、ってことでちょっと実際に被ってみたいと思います。はい、実際に被ってみた感じがこういう感じ。え、結構良くない？こうマイクもね、ぐにゃぐにゃなるけん、まあ邪魔な時はこう上げてしまえば、まあ別に気にならんかなっていう。でもって今まで結構ね、この内側のこの部分だけペターンっていう感じのヘッドホンばっかり使ってきたんやけど、今回はこのなんかちょっと二重になっとる、上の方にちょっとあるこういうタイプのヘッドホンを買ってみました。最近結構こういうタイプのヘッドホン多いと思うよね。でまあ猫耳もこんな風に、なんかね自分でつけるタイプの猫耳やけん、ちょっとなんかバランスがおかしくなったりする可能性もあるけど、でまあなんか猫耳を多少動かしてみたりとかして垂れ耳風にしたり、まあ、いつもの私のヘッドホンの感じやったらどれぐらい？もうちょっと上かな、これぐらいか、こんな感じで猫耳を動かして、まあ、雰囲気を変えることもできるかなと。で色味的にも私はめちゃくちゃ好き、なんかピンク好きって言うけど、あのなんかめっちゃ濃い感じのピンクやったりとか、そういうのも結構あるやん、ピンクの中にも。でも私はこういうこのぐらいの色のピンクめちゃくちゃ可愛いなって思う。でもってあのヘッドホンってね、結構あの何この長さ調節、大きさ調節がなんかあのカチ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 ってするようなのが、まあ、一般的なんかな、わからん。私が使ってきた、見てきたのはなんかそういうのが多かったんやけど、これはなんかワイヤータイプみたいになっとって、なんかゴムで引っ張る感じ、ゴムで引っ張ってなんか大きさを調節するみたいな、やけんかもしれんけど、なんか全体的にすごい軽くってなんかソフトな感じで、ここの耳当ての部分もすごいふかふかふわふわしとって、長時間つけとっても疲れなさそうな、そんな感覚。うんうんうん、なんかいい感じ。めっちゃ見た目ほどね重くない、頭が。でもってこれね、これ見える？見えるんかな、絶対見えんような気がするけど、ここの部分にね、これ両方にあの笑顔のマークがなんか両方に入っとって、あの Amazon さんのページで見た時にはめちゃくちゃなんかはっきり書かれてるような感じで、めっちゃなんかおもちゃっぽい子供向けな感じかなって思ったけど、でも実際に見てみたらなんかめっちゃ薄いし、なんかそんなに存在が気にならん感じやけん、めっちゃなんかね、まあ、薄くワンポイントで入っとる可愛い模様って感じ。感じうるさいけど、うん、こんな感じいいね。いいね。まあ前まで使いよったヘッドホンに比べると壊れにくいんじゃないかなっていうのも思う。前のはやっぱり全体的にちょっと硬いような気がしたけん、まあちょっと開いたらパキっていったんやけど、今回のはなんか伸縮性もすごいあるような気がするけん、そんな簡単にパキッとはいかんのじゃないかなと、はい、思います。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、次、まあ、今度からのライブ配信だとか、あとはまあゲーム実況動画は全部このヘッドホンでいきます。